ようこそ実力史上主義の教室へは、キヌガサ・アキラ・アオによる日本のライトノベル。イラストは、ともせ俊作が担当している。MF 文庫 J より2015年5月から刊行されており、2020年1月より、ようこそ実力史上主義の教室へ2年生編にタイトルが変更されている。略称は、ようみ。このライトノベルがすごい。では、 2019年から3年連続で総合トップ10入りを達成している。2021年2月時点で電子版を含めたシリーズ累計発行部数は470万部を突破している。月刊コミックアライブにて一の悠々による本編のコミカライズ版が2016年3月号から連載されている。また、同誌にて坂垣による本編のイフストーリーとなる。 スピンオフコミカライズ版、ようこそ実力至上主義の教室へ堀りたが2017年8月号から2018年7月号まで連載された。2017年7月から同年9月までテレビアニメが放送された。希望する、就職、進学先にほぼ100%答える、全国屈指の名門校、高度育成高等学校を舞台に繰り広げられる新たな学園構想。 新入生の一人として入学した主人公、綾野浩治清隆は、平凡な学園生活を望みながらも、その天才的な能力と才覚、自身の出自ゆえ、ポイントや権力、利害をめぐり健忘術数うごめく校内のクラス間の激しい攻防や対立、クラス内の陰謀や策略に嫌をなく、巻き込まれてゆく。二年生編において進級する。 D クラス1年次3学期時点で C クラスに昇格するも選抜試目試験終了時点で D クラスに降格する。C クラス3学期時点で D クラスに降格するも選抜試目試験終了時点で C クラスに昇格する。2年生編では B クラスへ昇格する。B クラス2年生編では C クラスに降格する。 A クラス2年生編において進級する。11.5巻にて卒業した。2年生編より登場する、新入生たち。テレビアニメ放送前の2017年5月時点で、シリーズ累計発行部数は50万部だったが、テレビアニメ放送中の2017年8月時点で、原作小説の累計発行部数は100万部を突破。さらに、 テレビアニメ放送後の2018年5月時点でシリーズ累計発行部数は200万部を突破した。2021年2月現在でのシリーズ累計発行部数は470万部を突破している。ようこそ実力史上主義の教室へ、ようこそ実力史上主義の教室へ掘り来た2017年7月から同年9月まで ATX 他にて放送された。内容は 原作小説の1巻から3巻のエピソードを中心にアニメ化されている。また原作4巻4.5巻の一部内容もアニメ化されているが原作とは時系列や内容が大きく異なっている。ようこそ実力史上主義のラジオへは2017年7月11日から10月10日までおっと泉にて毎週火曜に配信された番組。パーソナリティは 堀北鈴音役の鬼頭明かりと串田義教役の久保ゆりか。ありがとうございます。